はい、ということで今日はブラナイのね、新しいガチャパルフェを引いていきたいと思います。今回ね、結構可愛いキャラ多くて、なんか割と全部欲しいんでっていうね。まあ今までモンストねのコラボやってて、でそれが終わって、今回はそのパルフェガチャっていうのが始まったと、新イベですね、始まったということなんです。ちょっと見ていこうか。まあフランね、もう露骨に、なんだっけ、あの氷に強いよね、このスケジュールで見ないとわかんないのか。なんだっけ、このモルスね。モルスが神でしょ、多分。確か。で、貴族生でしょ。だから思いっきり刺さるのかな？なんか雷も降ってきたような気がするし。で、まあ、ユグドラシルと同じく精霊使いということで、ガード中とかも攻撃できるし、結構手数が多い、まあ、キャラなのかなっていう感じですよね。まあ、ときめきフィナーレも強かった。あのフレンドで使ったけど、でアルペはジャンプタイプね、アンチサンダー施設ブレイカーということで、まあ全部強いよね。まあファイターだから、まあ、ジャンプタイプと言いつつも、ダッシュタイプのサブとかでも使えるっていうね、グラップラーのラッチェ、これだけ見、あ、そっか、あれ、ストライクセイバーがあれか。隕石を押してくるやつね。はいはい。なので、この3体、どれも可愛いから、取っときたい。まあ、正直言って一番欲しいの、とか可愛いと思ってんのは、アルペ。アルペが一番可愛いと思ってるから一番欲しいです。はい。じゃあ、引いていこうか。なんかね、なんだかんだで、またしても、オーブがいろいろもらえていて、168個あります。だから30連できるよ。30連。あれ引いてない。化身祭は引いてないです、僕。ちなみに。やっぱセイバーとか、まあ強いんだけど、やっぱ可愛いキャラが僕欲しいから、今回はもう全力使います。はい。じゃあ、引こうか。よし。あ、これなんかあれでしょ？開けたり閉めたりできるって刺身のやつ。お！わかんないよね。出ろ！さあ、頼む。あ、いた、二人いる。おっさん。頼む。クマ、ナヌークね。ガウガウね。悪くないけど、頼む。フランね。あ、よかった、危ねえ。悪くない。あ、いきなりフラン悪くないわ。普通に強いし、精霊。使い。よーし、まだ行こう。アルペが欲しい、アルペが。あ、ボックスいっぱいだったわ。一回合成しよう。合成っつうか、売却しよう。間違えた、属性でいいや。売却。整理しときゃよかったね。まあ、この辺はいらないな。はい。こんなもんか？ちょ、合成しよう。てか、普通に拡張するか。拡張しまーす。拡張一回もしなかったのかもしれない。じゃあ、まあまあ拡張しよう。ボックスの拡張は無駄じゃない。よし、これぐらいでいいだろ。じゃあ、引きまーす。頼むよ、アルペ。チラ。あ、あ、あ、
あれ、これ確定演出みたいなやつもしかして。なんか妖精飛んでんだけど。来たか、これ。さては。アルペ頼む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 。お、うわ、なんかすごいなんかすごい。ん？ちょっともう一個しかいねえじゃん、でも。あ、ラッチェね。ちょっと待って、なんでアルプだけ出ないの？ちょっと待って、まあでもいいや。なんか、昇格しろよ。昇格。アルゴール、初めて見た。ん？誰これ？エンティラドスってもしかしてあれ？え、違うか。エンティラドスってあれか？あの、グラップラーのやつか？まあいいや。じゃあラス10連。アルペが一番欲しいのに。悪くないんだけど、アルペが一番欲しいんだよ。くそー、アルペ頼む、マジで。頼むよ。あ、え、なにこれ、めっちゃ確定すんじゃん。え、なにこれ。アルペ確定して。なんだあれ。いや、わかるけどさ。誰？誰？あー！ん？いや、ちょっと待って、アルペだけ出てこないのか。マジかよ。たまるか、50個。いや、いいけどさ。いや、めっちゃ全然いいんだけど、ちょっと待ってよ、マジかよ。ちょっと待ってくれよ。ラッチェかわいいよ。かわいいけどさ。アルペが一番好きだったな。いや、強いけどね。強いけどね。フラン。うわ、マジかよ。かわいい。なんかさ、立ち絵の、このキャラクターかわいくなったよね、なんか、今回のシリーズでさ。このちょっと、ラッチャも見てみよう。ああ、かわいいわ。はい、ということで、まあその、追加されたね、3キャラ中2キャラ出たんですけど、あ、マジかよ。アルペだけ出てこないか。はい。ちょ、頑張ってオーブ集めよう。ちょ、どうやって集めればいいんだ、これ。エンケラドスってこいつ？あ、こいつエンケラドスって言うんだ。はいはいはい。はい。ということで、いかがだったでしょうか。いや、参ったね、これ。ああ。これ、絶対アルペ欲しいんだけどな。どうすればいいんだ、これ。ちょ、なんか作戦考えますわ。まだガチャの期間はあるから、ちょ、考えよう。マジで。はい。じゃ、なんとかしてオーブ集める方法を考えます。はい。ということで、また。まあ、でもね、今回のさ、クエスト、むずかったんだけど。てか、あれいないときついわ。多分、この絵。フランなんてきついわ。めっちゃ飛び回るし。しかも、いや、普通にコンテしたもん、一回。で、落ちなかったっていうね。まあ、いい感じに倒せる方法見出したら、紹介しますわ。はい。ということで、また次回、お会いいたしましょう。いや、このシリーズほんと可愛くてほんとよかった。はい。パルフェね。じゃ、バイバイ。